お世話になります。ひとりでございます。最近ポケモンホームが解禁されて、今後過去作のポケモンが重要になってきますよね。私は過去作は金銀ルビサファブラックくらいしかがっつりやってないし、ソフトももうなくなっていて、探してみたらブラックとサファイアしかありませんでした。なのでメルカリとか中古ゲーム屋で過去作の中古ロムを揃えてみました。ちなみにウルトラサンムーンってアマゾンとかで見ると中古の方が高くなっていて異常現象が起きてるんですよね。私はメルカリで買ったんでたった数百円ですが安く手に入れられたんですけどね。まあそれでも高いですけどね。今回はこれらの中古ロムのデータの中身を見ていきたいと思います。今回買った中古ロムは20個ほどありますので、古いやつから順番にやっていきたいと思います。はい、それではまずはルビーから見ていきましょう。懐かしいですね。お、意外と期待できるぞ。19時間21分ということ、クリアはしてるということでね。はい、なんかこれ交換してる様子があるぞ。っていうことはこれは確実に期待できますね。ポケモン手持ちまず見てみましょう。どうやって見るんだろう、その見方も忘れちゃったもん。スタートボタンで、はい、じゃあポケモン見てどうなる。お、あー、ジグザグも100なかなかいいじゃないですか。え、2体もいるし、なんで強いの、意味が分かんないんだけど、どういうこと。鍵分ける、いや普通の技か、技は普通だな。特になんか普通に100レベルに育ってたってこと。いやこれ面白いな、いきなり2体ジグザグも100っていう意味わかんない状態の、いや面白いですね。でバシャーも100レベル、これなかなかいいんじゃないですか。でグラードもいるということでね、まあなかなかいいんじゃないですか。大輝さんありがとう、本当に切り裂くビルドアップ自信眠る、こんな感じの技なんだ、眠るなんて覚えてんだ。まあいいや、とりあえずボックス見てみましょうか。ボックスを整理するで見れるのか。お、ギャラドスとキルリア、あ、セレビーじゃん。え、マジか、セレビーいるマジじゃん、やばいじゃんこれ。セレビーはラッキーでしょ、めっちゃいきなり1本目から当たりじゃんこれ、完全にこれだけでまずラッキーでしょ。え、でもこれ、え、2レベってこれ改造じゃね、多分2レベのセレビーって多分いないよね。いきなり改造？マジか、すげえな、運あるなこれ。今まで実況やってて一番運があると思った瞬間ですね。雷光もいるし2レベ、うわこれ改造か、もしかして改造くせえな、いきなり一発目で。でもこれ取れ高としては最高ですね、改造だとしてもマジか、2レベの雷光見ていきましょうか。他ボックス何もいない、マジか、何もいないんだ。まあでもいきなりこれ一発目いいんじゃないでしょうか。あ、マックスアップがあると、まあ、そんなこっちは取り立てていいものはないかな。うん、ホエレコマッハ自転車、なんか、あ、無限のチケットじゃん。え、無限のチケットって使えんの。え、無限のチケットやばい、 1,2,3,4,5,6,7、 え、これやばくね、無限のチケットめっちゃあんじゃん。え、これ完全に改造じゃね。無限のチケットどうやって使うんだっけ、ちょっと調べてみますわ。多分ミナモシティの船乗り場から行くことができるらしいんで。船乗り場ってどこ、ここかな、あ、ここかな、無限のチケットいけんのかな。あ、あ、いけんじゃん、マジかやばくねこれ。フューティングのチケットを持ってきたのお前さんか、お前が行こうとしているのは南の果てのちっぽけの島、そこでは何が起こるのか誰もわからねえ。ブーム、船乗りの血が騒ぐぜ、さあ乗りな、マジか無限チケット使えたわ、一発目から超取れ高じゃん、最高だろこれ。え、いけたし南のこと、やば、一発目からやばいでしょ完全に、すげえ、初めて行った、私自分でやってて行けなかったんですよねここ。え、マジ、え、もう取って、もういないのかな、あ、いるの、しかも、え、あ、来たやば、マジか、いきなりゲットしましたね、これは超興奮しますわ、マジすげえすごすぎるわ、いきなり大当たりじゃん、やばいでしょ。マスターボール98個持ってたんだ。え、マスターボール2つあるし、しかもなんかこっちのマスターボールとこっちのマスターボールあるし、気づかなかった、マジか、これもやばいじゃん、マジでこっちの98個のを使ってみようか、こっち多分改造の方だな。うわ、いきなり改造というね、すげえなこれすごいわ、ゲットしました、ラストですズルだ、完全に無限のチケットめっちゃあったからね、これセーブしちゃいましょう、もう。これすごっ、ここで、うわ、来た、心の雫持ってる、うわやばいっすねこれ。ミストボールサイコキネシス自己再生甘えるということで、これはすげえなー。心の雫ってどういうアイテムなんだ。あった、ラティオス、ラティアスに持たせる特攻と特防が上がる、あ、そういうやつなんだ、強っ。
おっしゃ、行きましょう。2本目リーフグリーンです。うわ、初めてつけました。私リーフグリーンやったことないので。うわ、すげえ。お、これダメだな。持っているバッジ4個ポケモン図鑑10匹ということで、これダメでしょ。ってか10匹って書いてあるんだよね。10匹じゃなくて、え、あ、これまでのあらすじなんか出てくるんですよね。あー、これダメだろうな。あー、普通に進めてたっていう感じですかね。あ、一応カメックスはいる。これはまあいいんじゃないですか。まあこれ走れんだ、ちゃんと。このリーフグリーンも走れんすね。ランニングマシンみたいなあったんで知らなかった。あー、いない、一体もいないポケモンが。これは最悪だな。これ一発目に引かなくてよかった。これ一発目に引いてたら超テンション下がったわ。おっしゃ、3本目ファイアレッド行きましょう。これめっちゃつけんのに時間かかりましたね久しぶりにこんなことやりました。 7,8 回ぐらいね、リセットし直してめっちゃ時間かかりましたね今。お、これ期待できるぞ。66時間結構やってますね。でポケモン図鑑136匹ということで、なかなかすごいんじゃないですか。持ってるバッチ8個。レッドっていう名前レッドじゃなくてレッドめっちゃいい名前ですね。まず手持ちから見ていきます。お、お、ミュウいる。おっしゃ、ミュウいる。これはラッキーでしょ。ミュウツーもいるし、すげえ。卵産みなんて、え、こんな効果あったんだ。卵産み、体力を分ける。あ、声に使えたんだ、知らなかった。これマジか、すごっ。ミュウ手に入ったわ。もうお守り小判とか何持たせてんだよつう話っすけど、10万もらうと最高気にして卵産み、波乗り、波乗り覚えさせんだよ。かわいそうだな。秘伝要因かよこいつ。サナギラス、海竜、これはいいんじゃない普通に。当選棒、こんな技あった知らない。その技、ミュウツサイコケネシス、10万ボルト、レートビーム、スピードスター、うー、スピードスター覚えさせんだよまあいいや、すげえ。これも当たりじゃないですか、もうこの時点で。これすごいな、マジでめちゃめちゃ運いいんじゃないですか。私これ期待できますよね相当。ボックスを整理する、どうかな。うー、いきなりいらねえ。これはいらん。いいやついるかな。あー、まあぼっちぼっち、普通のやつかね。至ってオーソドックスなポケモンばっかですね。まあでもこれむしろ逆に言えば、この人が改造でなくちゃんとやってるっていうことの証明にもなりますからね。普通のポケモンばっかいるっていうことは、やはりミュウもちゃんと得点で受けたっぽいっすよねこれ。てかなんか持ってなさすぎじゃね。サンダーとかいろよって思うんすけど、サンダーとかすらいないっすから。だってサンダーとか普通に捕まえられるポケモンっすよね。うん、最強。あ、普通にこの人まともにやってる人だね、ちゃんと。やっぱりニドキング、サンダー、リザードン、ピチョット、これで最強って言ってるってことは、確実にあのミュウってのは配布で手に入れたやつじゃないですか友達友達からもらったやつってことかな。あ、やっぱそうですよね、多分友達からもらったやつですね。グリーンっていう名前ですから。他にはいないと。ちょっともう一回見てみましょうかミュウ。ちょっと今調べてみたんですけど、ミュウこれやっぱ改造じゃないっぽいですね。というのもこの親波動ってなってるじゃないですか。この波動っていうのはどうやらそのミュウと波動の勇者ルカリオのやつのミュウの引き換え券で手に入れられるやつっぽいですね。これどうやら2005年の4月16日から7月15日の間に上映してる映画ということで、やはりちゃんと正式なやつですね。めちゃめちゃラッキーじゃないですかこれこれメルカリで買ったやつですから、メルカリに感謝ですね本当。お、ようやくエメラルド来ましたね。いやー、初めてこれもつけましたね。しかもこれめっちゃ時間かかりました。これつけるためにもう10分ぐらいずっとねリセットしたりしてやってましたね今。あんまり押し込まないでね、挿入してみたらできました何でも強くやればいいっていうもんではないですね。奥まで差し込めばいいっていうもんでもないということで。おー、いやー、ダメだこれもう絶対ダメだ。うわ、こんな時間かけてやったのに絶対ダメでしょ。うわ、全然ダメだ、最悪だ。若者もに居合切れ覚えさせてる時点でもうダメだろう、確実にダメだ。うわ、うぅ、本当に一番最初に捕まえられるようなポケモンしか持ってないですね。うぅ、無理っすねこれ、もう一番最悪でしたね。それでは次は5本目、 DS に入りましてポケットモンスターダイヤモンドを見ていきたいと思います。ちなみにですが、私これ初期版のやつを買いました。初期版ですとどうやらですね、ダークライとかのバグでゲットするやつができるらしいですね。私はそれをね実況者として面白そうなので買いましたね一応。まあここではやりませんけどね。ちなみにその見分け方っていうのは、ソフトの裏にある ID の下4桁目が0だとどうやら初期版らしいですね。まあそれはまあ置いといて、とりあえず見ていきましょう。あ、8個で128匹、これはいい感じじゃないですか。43時間、これはなかなか今までの経験上いいぞ。はい、これでポケモン見ていきます。なんか微妙、全然強くない。こんな強くない割に時間やりすぎじゃないですか。だってめっちゃ何十時間もやってたじゃないですか。どういうことだ小次郎さん、全然強くないっすねこれ。もしかしてボックスの中にいいやつがいいのかな。どういうやり方してたんだろう。 DR がとりあえずゲットしましたね。まあそれはいいでしょう。あー、全然弱いっすね。え、なんでじゃあこんな時間やってんの。雪かぶりとか全然、え、いいやついないんですか。アンノーンはまあ
いいのかな。ちょっとわかんないですけど、全然いいやついないな。1位、これも全然弱いよ。どういうやり方してたの？これ逆に60時間も何やってたの？60時間だっけやってた、プレイ時間。何やっ、おしゃ、次6本目パールですね。こいつつかなかったっすね。それで綿棒にそのアルコールつけて、それで拭いてわざわざつけましたね。なんでこれ GBA よりつきにくいわ、もう DS なのに。まあいいですよ。とりあえずつきましたんで、なんとか10分ぐらいかけて掃除してようやくですよ。本当に、あ、8個で45時間でもさっき40時間ぐらいで全然ダメでしたからね。まずポケモン見ていきましょう。超弱いんだけど、もう送っちゃったのかな、もしかして。あー、これ絶対送ったな、これ。うー、きっとそうだな、これ。いやー、絶対そうだろうな。このなんか微妙に抜けてるところが完璧に全部送られたな。うわー、これ最悪。根こそぎ持っていきやがった、最悪。全部ポケバンクに持ってってから打ったっていう感じですね。もうそれでは7本目、プラチナも見ていきましょう。こいつもつかなかったですね。なんで DS こんなつかないの。なのでまたね、無水エタノールをつけてゴシゴシね、端子のところを綿棒で拭きまして、それでようやくつきました。なんでこんな DS、マジか。もういきなり答え見えてるし、6分しかやってねえし、なんで6分しかやってないの、意味わかんねえわそれ。マジか、本当に最初の場面じゃん。つまんねえ。こんな時間かけたやつこそクソなんだけど、本当にクソだこれ。まあ次行きましょう。それで8本目ハートゴールド行きましょう。これもまたつかなかったんで、無水エーターノールでやりましたね。こんなつかない、うわ初めてこれやるからすげえ。うわめっちゃいいじゃん、これめっちゃ普通にやりたいんだけど、プレイしたいんだけど今。初めて、ほとんどまあ初見なんですけど。お、持っているバッジ13個、これはなんだ、全部持ってるんだ、全部ではないかな、16個ぐらいなかったっけ確か。絶対いいやつ持ってる、ね、あれこれ何、あ、レアコイルじゃん。うわいらねえ、いきなりいらねえ。マジか、レアコイル、ほう、まあほうはいいでしょう。爆運、うん、もうありがとう。でも絶対いいやつ持ってないじゃん、これもう分かってるよこの時点で。この人はあんまりゲットせずやるタイプの人ですね。ケーシー、メタモン、あ、メタモンいるじゃん。うっかりやっ、うん、まあ微妙かそれは。これなんか見れんだっけ、見れないこれ、あれ個体値。まあわかんねえよ、これがいいメタモンなんかわかんない。性格は別に欲しいやつではないしな、特にそんなにいいやついないですね。ガーディー、コイル、たまたま、イワーク、ウソッケ、あとはカラスね。やっぱこれも持ってっちゃったのかな。でも37匹だからもともと捕まえてないパターンですよねこれ、おそらく。おっしゃ、9本目ですね。ソウルシルバー行きましょう。映像かっこいい。やりたいなぁ、これ。あ、11個で61匹で64時間。なんでこんな時間やってんのに、ポケモン図鑑も少ないし、ぼっちも、バッチも持ってないの？どういうこと？どういうやり方をしてんのこれ。マジか、もういきなり絶対ダメじゃん、もう。そんな。はい、ワニワニ、だからオーダイル、エーフィー、リングマだっけ？ルギア一応いるね。まあ、それはいいけど。はい。なんだこれ、パラス、イワーク、アーボ、カイロス、全然いいやついない。石粒でこうベタなやつしかいないですね、プリンとか。いやーマジか、あと全部空か、もしかして。ちょっと待って、序盤の2本良かったけど他はもう全部ダメですね。全部クソソフトですね、クソフトですね。ですからまあ次行きましょう。10本目ブラック行きましょうか。ホワイトの方はすでに持ってたんで、それはやらないんで、ブラックやっていきましょう。オッケー、67時間、なんか60時間ぐらいやってる人が多いっすね。これバッチ8個多分クリアしてると思うんで、図鑑322匹ということはかなり期待できますね。まずポケモン手持ち見てみましょうか。はい、ボルトロス、ラッキー、サザンドラ、キュレム、しかもキュレム92。いや、いいやつ。特にまあ、海竜またゲットしましたねっていうか、秘伝要員かい、滝の森波乗りダイビング覚えさせてる。ダイビング覚えんだ、海竜。知らなかった。まあ、ヨーテリー、多分ね、レパルダス、ゴチーム。まあ、この辺りは普通か。演武を、まあ、うん。でも弱いけどね。まあ、特に欲しいやつは。あ、一応いた。トルネロスはちゃんとクリアしてるって感じかな。でも60時間もやってるってすごいっすよね。でさっきの人なんか60時間やって全然進んでなかったですからね。クリアもしてないし、レベルも高くないし、どういうことか全然よくわかんない状態でしたから。まあこれも全然いいやついないっすね、本当に。まあベタなやつですね、本当に。あ、いましたね、こいつ。コバルオン一応持ってるんだ、それは。まあ、コバルオン持ってるのはまあいいでしょう。あ、テラキオンとウルガモスとゴルーグ。まあ、ゴルーグはちょっといらねえよ。なんでこの並びにしたんだ、これ。まあ、よくわからんけど。6、7、8、9。あ、もうこれしかボックスないの、しかも。全然まあ微妙だな。もともと一本の動画として撮影したんですが、思ったより撮れ高がありましたので、後半へ続く。また幻手に入ったよ。しかも映画館のかこれ正式なやつじゃね？ちょっと待って待って。色違いだらけじゃん、これ。やばくね、これ。